それでさ、聞いてるって。来週だろ、例のやつ。そうそう。マジかよ。エリコから聞いてねえよ。あれやめといた方がいいみたいよ、マジで。だってさ、めんどくさ。もしもし？世界。いや。やれやれ、また小物か。まあ、いっか。早く帰んな。あっちもこっちも人しかいない。車うるさい。電車、ガッタンゴットン。街中グレーの箱ばかり。削られた空、青くなんかない。こんな街に生まれて、こんな街に暮らしてる。人ばっかり。うるさい音ばっかり。時々息が詰まりそうになる。だからもっと面白いことしたいと思った。遠い少女の日々の声。
足してるんで。何それ。あ、妹なんかゲームの同人誌やってて、日曜イベントがあるから手伝いに行くんです。おいおい、付き合ってんのにそんなデスマスで話しなくてもいいじゃん。え、何ですかそれ。だからさっきまであんなことしてたのにさ。あ、ちょっと、ちげえ。携帯まで切ってんじゃんかよ。電源が入っていないためかかりません。みーけ。ちなみに私たちもやろっか。ほら、あんたの好きな A 組の伊原くんもいるしさ。けどね。3人みんなで入ろうよ。きっと楽しいし。男あさりもできるし。か。あの、それってどういう？相手にしない方がいいよ。え？ B 組の椅子座やね、変わり者でさ、クラスでも浮きまくってんだって。行こう行こう。あ、うん。二年 B 組真鶴美優、こんな近くにいたなんてね。本物のゲートキーパーが。今でいう松虫、鈴虫、キリギリスやコオロギなど、秋鳴く虫の総称だということだ。そこのところは十分に注意しろよ。では次の歌。こちらは五七七、五七七という韻を踏んだものとなっている。元光寺の法師、つまりは僧侶が書いたとされるが、この歌をだな。いすず、出席番号3番、いすずあやね。この部分だ。現代訳できるか。何やってんだか。いつものことじゃ。白玉は、人に知られず知らずともよし。知らずとも、我し知られば知らずともよし。白玉は真珠、才能や努力を示す。よって現代訳は、その秘められた能力は人に知られない。しかし世に知れなくても構わない。たとえ知れなくても自分さえ自分の能力を知っていればいいのだから。以上。その通りだ。よく授業を聞いてるな。座ってよし。うわ、嫌な感じ。勉強しか取り柄ないんだもん。仕方ないっしょ。なんかさ、キモいよね。オタクなんだってさ、女オタク。え、なんの？パソコンとかそういうのでしょ。え、引きこもってんの？みたいだよ。うわ、きっしょ。橋本警部、まもなく、科警研から調査チームが到着します。ダメです、勝手に。勝手もクソもあるか。この事故で8人も死んだんだぞ。やはり同じか。しかし、ここまで原型を保っているのは珍しい。やれやれ、いつもと同じか。これじゃ話にならんな。肝心の星が消えちまうんだからな。見つけたらしいな。多分
で、使えそうか。まだわからないけど。翡翠の能力者は貴重だ。逃がすな。うん。この数年、奴らの動きが活性化している。近いうちに大物も出てくるかもしれん。能力者は有効な駒になる。私みたいに？お前は、駒なんかじゃないさ。そう？ああ。それと、ここ一週間の分。ご苦労。なるほど。結構な数だ。ただ、あまり無理はするなよ。了解。これは誰にも知られることのない反抗作戦だ。我々の社会そのものがインベーダーに乗っ取られて、すでに30年。奴らはその数を増す一方だ。もはや我々に時間的な猶予はない。お前にもこれまで以上に。矛盾してる。ん？無理するなって言うのと。そう。そうだな。じゃあ行くよ。駒、捕まえに。頼む。ゲバゲバすごい腕時計ダメ取りにくいんだってあの手のはっ私これやってみよう、でーっはぁさよならゲバちゃん次あれやってみる踊るやつああれ得意今日は最後までいけるといいな曲は意識せずにそうやって男を誘っているとまたちょっとあんた！なおちゃん。あんた、朝からミウに突っかかってどういうつもり？答えなさいよ！知能低そう。あんた！いいよ、なおちゃん。あたし気にしてないし。けど。それよりさ、もっと面白いことあるんだけど。来る？行くことないよ、ミウ。うん、ないない。自分の力、何なのか知りたくない？え？どう？まなずるみゆちゃん。見たんですか？違いますよね。変える。は？あんたの能力、あれって変える？それともウサギ？やっぱり。見たのって？どこで？その。その力が何なのか。あんた自身もよく知らない。教えてあげる。実地でね。濃密な IPW の発生源昔はこう呼ばれていた回電波ってどいてなやるよ、電話してる場合じゃん黙って見てるは言ったもののあ光の輪っか
教えてください。今のあれ何なんです？あれってどっち？インベーダー？それともイミテーションゲート？え？奴らはどこにでもいる。そして奴らは我々のすぐそばに。インベーダー？宇宙人？それともう一つ、私がさっき使った能力は電子回路とエネルギー転送による疑似ゲートの剣試験排除せけ排除する。1個ずつ落としながら逃げ回る。あんたの跳躍のゲートで。ゲート？言ってごらん。ゲートオープンって。そんな急に言われても。急じゃなきゃまずいっしょ。キスグさん、さっきのバリアみたいなので。じゃあよろしく。早く携帯落とす。そんなわかりました。携帯ですよね。なんで。はい、いいのいいの、その調子ね。抹消せよ、ゲートの一族を抹消せよ。文句言わない。泣くな。まだ生きてる。お母さん。今はいない。お父さん。そんなもん役に立たん。目標、自由落下開始。抹消せよ、抹消せよ。全システム構築完了。全デバイス GPS と連動、アクセス開始。ゲートオープン。あれは。
ゲート？あんたはただ跳ねてただけ。うん。でもこれすごいニュースになりますよね。都内の女子高生お手柄とか。ならないよ。え？そういう仕組みなの。そろそろ行くよ。詳しい説明は場所を変えて。あ、はい。あいつ。ぶっ飛ばす！イスズさん！ウルトラ！おめでとう。君はイージスネットワークの一員として認定された。跳躍のゲートキーパーとして以後の連絡を待て。でも私そんな、今度からサッカー部のマネージャーもするんで。あの、言ったでしょ、もっと面白いことしようって。でも、よろしく頼むよ。って、イスズさん、そんな、もっと詳しく教えてくださいよ、イスズさん。こんな街に生まれて、こんな街に暮らしてる。人ばっかり、うるさい音ばっかり。そこら中にささやかな悪意がはびこってる。呆れるくらいくだらない街。だからせめて、面白いことしたいと思ってた。そう、あれは夏の日の出来事。私たちはコンクリートの迷宮を走る狩人。ただ
青き疾風のごとく。ゲートキーパーズ21エピソード2失踪。あなたは楽しくないの？愚問だ。獲物は手ごわい方がいい。また一人。行くよ。あ、はい。あ、イスズさん、待ってくださいよ。世の中悪意で満ちていると誰かが言った。くだらないことに腹を立てちゃいけない。くだらないことを気にしちゃいけない。この世の中で強いのは鈍感な人間なんだ。そう思っていると、頑張れ頑張れとどこからか私を応援する声が聞こえた。けどそれは私自身の声だった。ですね、ったく世の中どうなってるんだ。ん、あ、原付き。近い。どうした？それが、その…今の幻惑のゲート、それより近いよ。おお、追いつけない。あんた、え、飛んで向こうに飛び移る。無理です。絶対に。この2ヶ月何やってたの？グズ、スノロ、トンマ、ゲート
な。役立たず。惜しかったな。ダメや、あの子。お？逃げ足が早いだけ。それくらいがちょうどいい。俺のようになる。お前も。わかってる。ならいい。くしゃくしゃになる？構わん、すべて売れ。関連企業もだ。俺の予想が外れたことがあったか？そうだ、頼んだぞ。携帯をたどったな。悪意はどこにでも転がっている。そしてその悪意の果てに身も心も変わり果てたお前たち、この俺が判決を下そう。死刑だ。逃げられん。二次元断層、影による物質消滅、漆黒のゲートから。分かっている。お前たちは俺には勝てん。出ろ。未来を呼び、未来を強制的に呼び寄せる。これが眼光のゲート。どうした、クソ虫ども。長くはないか。あんたさ、最近あの子とばっかつるんでるけど、なんかあったの？あの子って？ B 組の椅子図あやね。人をバカにしてるっていうか、なんかさ。ほんとほんと。あ、でも、みゆ、なんで急にあの子と遊ぶようになったの？え？それがね。曖昧な笑いを浮かべるのが、自分なりの処世術か。やっぱ変だよね。ねえ、それより聞いた？あれでしょ？出るって話。そうそう、シナッチも見たんだって、こないだ理科室で。ああ、私そういうのダメ。私も。ねえ、ミユは？宇宙人は信じるけど幽霊は信じないって言ってたでしょ？ねえ、ミユ。湾岸線を中心に7月7日13日。あの、何か私にできること。あの、いすずさん、私も何か手伝えること。これ戸が入ってない。うざい、さっさと家に。あ、なるほど、家か。けど奴らを追い込むためには。あの、何か私にできること。ない、あんた邪魔なだけなの。昨日だって。今度はきっと名誉挽回してみせますから。アイデア出るまでどっか遊びに行ってれば。男探しでも何でもさ、プラプラ遊び歩くの好きなんでしょ？
触るな。最近幽霊が出るって。あれはまさしくですよ。確かこっちの方に。そんな追いかけなくても。インベーダーだったらどうすんのよ。それは、あ、何？そういえばうちのクラスの子理科室で見たって。じゃ行こうか。じゃあってやめた方がいいですよ、いつずさん。なら待ってる。え、それも嫌です。今時これで驚くか、普通。イタチか何か。え？これ。まだ生きてた。え？いやいや、触るな。あんたね。ズビバン星。ところでこれ何がどうなってんですか？多分。はい。いすずさん、学校の下になんでこんな。私たちが生まれるずっと前、たてがみ高校の地下には地球防衛機構イージスの極東支部があった。これはその名残。私たちの生まれるずっと前。ん？これ？ヘビ！ヘビ！ヘビのお化けですよ！ミョイ！あ、いつでだ！ヘビが、ヘビが！バカ？え？すいません。ん？あ、その写真拾おうとして。はあ！どうして？別に、なんとなく。あ？はあはあはあ！ご出演です！幽霊さん！UP15。 信濃寺は今の張り道仮羽に足踏ましなん靴履け我が瀬。万葉集。え？いすずさん？靴履けってこれを使えってこと？あー、なんかすごいですね。ゲートエネルギー増幅システム。え？別名ゲートエンジン。冗談じゃない。これ回電波キャッチ。それじゃ行かないと。行くよ、別の車でね。それじゃ間に合いませんよ。せっかくなんだしこれお借りして。乗りたくない。ダメです。昨日の名誉挽回するんですから、そういう決まりなんです。決まりって、あんた運転。運転なんてできません。さあ行きましょう、いすずさん。早く早く。
はあ、本当に名誉挽回すんのね。はい。シートベルト。あ、車だけどね。所詮は10年以上前のオールドカーよ。ざまみるい。ん？どうした？すげえ早いのが来る。今の車超最新型かな。今までの事件の分布円、敵をロストしたポイント、それらの要素を全て重ね合わせれば、考えられる奴らの拠点はただ一つ。あ、おいでなすった。え、敵です。一気に逃げ切るよ。俺ならできる。こんな時にだけどさ、え？さっき言ってた名誉挽回する決まりってなんで？ですね。自分の中ではそう決まってるんです。みんなが楽しく過ごせるように頑張ろうって、世の中から嫌なことなくなるようにって。それに私、好奇心旺盛なんです。出口。反応。じゃあここが。これみんな？インベーダー。他の人はどこへ？全員に感染したんだ。感染？ようこそ我が新しき肉体へ。横来たな、門番の一族よ。ヒヒヒヒ、美鈴さん。ナンバー S04G 機械将軍。その名で呼ばれるのも随分と久しぶりだ。美鈴さん、携帯攻撃できると思う？え？海ホタルがインベーダーでいっぱいだとしたら、その数約数千。けど無理だって。
敵を追い詰めた総理が逆に追い詰められたか。今のお前たちはあまりにも非力すぎる。せめて一瞬で楽にしてやろう。美鈴さん、嫌なんだよね私。あ、みんなが楽しく過ごせればって、そんな子供みたいな考え方。思いっきり飛ぶの。名誉挽回する決まりなんでしょ。わかりました。見て、オープン。ふん、空に逃れたとて同じこと。ところが、UP1 号車内の端末とリンク、遠隔操作モード、ゲートエンジン全力運転スタート。言ったでしょ、嫌いだったんだよね、あの車。バカだ、バカだ、バカだ。機械の体を持つこの私が、機械の無視者に。いいんじゃない、シャレが効いてて。そうか、貴様、かつて私の顔に傷をつけたもの。血毒。本当にすいませんでした。私張り切りすぎちゃって。まさか海に落ちちゃうなんて。静かですね。でもちょっと寂しいかも。これくらいがいいよ。ん？それより、あ、はい、これが宇宙人の元か。違うよ、インベーダーは伝染するの。あ？かつてインベーダーは命を持たない無機物だった。けど今は違う。え？他人の迷惑も気にしない心ない人間たちは、みんなインベーダーになる可能性を持っている。じゃあ、これ。人間だよ。将軍が消えちゃった。みんな私の思い通り。これからもっともっと消えちゃう。とっても楽しみ。
そして二人は二度と交わらない平行線。過ぎてゆく夏の日々は気まぐれな夕立のごとく。もてあそばれるのは少女たちの運命か。次回、ゲートキーパーズ21、エピソード3、晩夏。夏は嫌い。まとわりつくネバネバした空気。やたらギラギラした太陽。夏だから遊ばなきゃと、大した用もないのに歩き回る連中。みんな邪魔。どこか行ってしまえばいい。消えちゃえばいい。この世の中から。消えちゃえば。イライラの理由はすぐに分かった。些細なことに腹を立ててる。そんな自分に対してイライラしてたんだ。魔法を使うところとかさ、燃えたよ。ミュウは？え？ああ、よかったよ。DVD 早く出ないかな。変な感想。ミュウらしくていいんじゃない？どこ行こうか。ミュウ、時間平気？あ、うん。お父さんとお母さん、妹と家族旅行行っちゃったし。違くって。え？ここんとこさ、しょっちゅう呼び出しされてたじゃん。そうそう、D 組の磯沢やね。ああ。いつまで突っ立ってんの？仕事は終わり。帰んなよ。名誉挽回すんだよね。みんなが笑って過ごせるように頑張るんだよね。これ、元が人間だって分かって手出すのが嫌になった。遠くからああだこうだ言ってる方が性に合ってる？それとも、怖くなった？
あんたさ、うざいよ。いいんだ、もう。ミュー、いいの、本当に。そう？じゃあ、思いっきり騒ごう。夏なんだし、野菜行って、美味しいもの食べて、仕上げはカラオケ。お小遣いなくなっちゃうにょろよ。あ、ミューのカード、発令。ごめん。私たち彼氏と待ち合わせだから。ね。結構混んでんね。ミユ、朝まで耐久いける。あ。6人飲み放題コースね。507号室になります。ういっ、ちょっと。ただいま満室になりましたので、しばらくお待ちください。なんで？ムカつく。昔から怒ったことないもんね。そうなの？中学だけ怒る練習したの。あ、うん。怒ってみてよ。え？ムカ。ただいま、自由が丘駅での人身事故の影響で、渋谷行き上り電車が30分程度遅れております。お急ぎのところご迷惑をおかけしますが、現在事故処理中ですので、しばらくお待ちください。あやねちゃんだ。ブブブブ。編集が必要だから手抜きだけどね。ブブブ。はい、あやねちゃん、貸してあげる。ありがとう。アニメのおもちゃとか見向きもしないで、車ばっかり。誰に似たのやら。純一、これ運んで。はーい。じゃあこれ、向こうのテーブルにね。はい。そう。純一くん、もうお手伝いできるんだ。うん、あ、あ、何やってんの、純一くん。ほら、早く拭かないと。え？ごめんね、あやねちゃんのそんな大きな声初めて聞いたから。叱らないの？だって失敗して一番へこんでるのは本人なんだからね。それ以上叱って困らせることないじゃないの。ごめんなさい。はい、純一、雑巾持ってきて。はい。ララララララ。
ずいね。妹と練習したんだけど。来た来た。あ、私歌おうと思ってたのに。早い者勝ち。風が眩しい。来い、我らの世界。何だか。さっきすぐ分かったよ。え？鈴の音。ああ。でなきゃ分からなかったかも。少し会わないうちにずいぶん線も伸びたし。まだ持ってたんだね。お盆お墓参り行ったの？行かない。そう、やっぱりまだお父さんのこと。そう、許せない。私と。お母さんを捨てた男。時間がかかるのはしょうがないしね。ごちそうさまでした。はい、今日泊まってきなさいよ。友達とかと約束あるの？別に、あんま友達いないし。友達っていいわよ。あのね、サイミおばちゃん。何？前に話してくれた女の子に会ったよ。新しい友達見つかった？相変わらず一人ぼっちなのね。始めるの？本当に。あら、怖い怖い。でも、無理しない方がいいと思うわ。もう満足に門も開けないんだから。今回は挨拶だけ。もう誰にも止められない終わりの始まりの。そう、ゆきのちゃんに。よかった。ずっと会いたかったんだけどね。私が大人になった頃かな。もう姿を見せてくれなくなったの。春は、花びら花吹雪。あ、コンセント抜けた？停電でしょ。真っ暗、やっぱ停電？受付に電話してみようよ。ん？わあ、綺麗。もしもし？あ、あ？ちょっと冗談やめてほしいんですけど。何？来い、我らの使い。うわ、きしょ。これって。あ、何？ちょっと、勘弁してよ。あ、何？あ、うん、別に。変なミュウ。回電波キャッチ。はい。新宿？大丈夫、すぐ行く。あやねちゃん帰っちゃうの？うん、ごめんね。あやねちゃん。
気をつけてね。来い、お前たちも来るのだ。我らの世界。いやー、警察電話して、早くして。嘘、何、警戒。いやー、やだ、信じらんない。ゲートオープン。からとにかく逃げよう。何、何なのよ。っていうか、店員とか他の人は。来い、我らの世界へ。こっち。大至急。なんだよ、ガキだから近場の客かと思ったのに遠距離かよ。めんどくせえな。金持ってんの？早く。け、金あるなら割増料金な。あんたの携帯、赤熱のゲート使えるようにしといたから。じゃあ、イスズさんみたいに？わあ、早く使ってみたいな。
ずいぶんヘボいんだね、この辺のインベーダーは。それじゃあ、あなたも？ヘボいのはあんたも同じ。最強のインベーダーハンター、疾風の雨季や綾音。有名だから少しは期待してたのにさ。変われるのなら鳥になりたいとずっと思っていた。けど今の私は冷たいコンクリートに流れゆく自分の真っ赤な血をただ見つめる。次回ゲートキーパーズ21エピソード4、綾音。いけてるいけてる、かわいくね。ということで、立川さとかくんは神戸からこの東京に引っ越してきた。みんなわからないことがあったらちゃんと教えてあげるんだぞ。よろしくお願いします。よし、それじゃあ朝のホームルームはこれで終わりだが、最近一部の男子が掃除をサボっているという話を聞いた。まあ部活やら何やら忙しいだろうとは思うが、決められたことをきちっとやらないと内申書にも響くからな。鳥はいいなと思う。パタパタ空を飛んで、いつでも好きなところに行ける。嫌な人間たちのいるゴミゴミした街を見下ろして、自由に生きて、自由に飛んで、何にも縛られていない。もし今度生まれ変われるなら鳥になりたいなと思う。けど私は
今笑顔があれば、君の笑顔があれば、言い聞き出し振り向いた時、いつも君がいて笑いかけた、くじけそうな心に響く確かな足音、青い空何の用？いすずさんのクラスの転校生ってやっぱりこないだのカラオケボックスの。あ？立川さとか17歳、エネルギー物質化系能力、寸断のゲートを操る。99年からイージスネットワークに参加。それじゃあ新しい仲間さんですか？関係ないでしょ。え？あんた、もう戦う気ないんだから。あ、その、けど。関係ないなら。ところが、終わりなんだよな。あ？どうも、はじめまして、じゃないですよね。あ、こないだ、この子とあんた勘違いしちゃってさ。無敵のインベーダーハンターにして、疾風のゲートキーパー、浮谷あやね。それ違いますよ。こないだも言おうと思ってたんですけど、こちらにおわす方はいすずあやねさんで、浮谷さんって名前じゃ。気になるなぁ。伝説のインベーダーハンター、浮谷俊の一人娘。それがなぜ母方の姓を名乗っているのか。え？え？え？あれ？逃げちゃうのかな？聞きたいこと山のようにあんだけどさ。ねえ！そこ、なんか、ブーンって、とっても痒い、かですにょん。か？うわー！え？あ。その、結婚のお手前で。それよりさ、ん？ちょっと何？シカト！28日未明に起こった新宿歌舞伎町のビル火災、崩落事故は建設時における構造欠陥の疑いがますます強くなる一方です。以上、事故現場からでした。ありがとうございました。時刻は6時30分になりました。今日の待ちかね。事故？構造欠陥だって？バカな！どうした橋本、例の件ならもう忘れろ。上からの命令だ。しかし実際は従業員と客合わせて60人以上が忽然と消え失せているんですよ。人の噂も75日ってな。自分は納得できません。
言われたことだけやってりゃいいのさ。バカな人間どもの相手しててもこっちの身が持たん。彼女、そう、立川さとかを呼び寄せたのは単純に数の問題だ。この東京でインベーダーの動きが活性化してきている。お前だけでは辛かろう。確かに癖のある人材だが、腕は確かだ。現状では私じゃ、ん？頼りにならない？言ったはずだ。お前は特別。いい、事情は分かった。それよりあの子とは仲直りしたのか？真鶴美優、最近行動を共にしていないようだが。仲直り？あの子とは最初から友達でも何でもない。じゃあね。あやね、無理はするな。久しぶりだね。名前で呼んでくれたの。ねえ、マジでいいの？こんなところで。効率の良い手段だ。甘い蜜の香りで誘い、毒の粉で獲物を絡めと。でもすぐ奴らに見つかっちゃうわ。案ずるな。将軍は消されちゃったけどね。奴は一時的に存在を消しただけだ。我らは死なぬ、永久に。しかし目障りな存在は潰しておかねばな。あら、綺麗な歌。はあ、この間の事件から毎晩嫌な夢ばかり見てさ、私もなんか始めよっかな。気晴らしに。だよね。大丈夫だよ。あれって結局ビルのガガーンって事故で、頭パニクって夢みたいなの見てただけだし。けどあれって本当に夢だったのかな。だってニュースでもただの事故だって。そんならいいんだけどさ。まあ本当っぽくなかったしね。真鶴美優いる？うわ、え、あの子さ、何考えてんの？え、浮谷綾音。ああ、いすずさんですね。こっちが話しかけてもしかとぶっこいてさ。あんたあの子とコンビ組んでんでしょ？まあ。なら教えてよ。あの子どんな子なの？どんなって。聞こえない！その。うざったい！もういい！そんなこと言われても、私もいすずさんのこと何も知らない。愛思わぬ人を思うは大寺の。あ、ガキの知り得にぬかずくがこと。
びっくりしました。ゆきのちゃん、いつの間に？ぬか漬けですか？IPW は標準値以下だな。そうだ。現時点ではまだ IPW 数値は70以下だが、至急調査してほしい。いや、確証はない。ただの勘だ。いくら？あ、はい。楽しそうだね。え？みんなが笑って過ごせるようになんて、口ばっか。結局あんたの言うみんなって自分のことだけ。おとなしそうに見えるから、みんな勘違いしてるけど、あんた、本当にわがままで自分勝手だよね。悩んでも、結局自分の欲望のまま動くだけ。男からも戦いからもピュッと逃げ出して、本当に心配してくれてる人の気持ちだって平気で踏みにじりながら。まあいいんだけどね。どうせあんた友達じゃないし。こないだね、ズラ拾っちゃったの。どうしたの？みゆちゃんだっけ？レジ打ち一人で大丈夫？あ？ゲートオープン。嬉しいじゃない、こっちに合わせてくれるってわけ。けどこっちの剣も一つじゃないんでね。遅いよ。ずいぶんのんびりしてたんじゃない？そこ踏まないでよ。みんな私のなんだから。トータルで100万は堅いね。まだ残ってる。バカ言ってんじゃないよ。みんな私が。そう、これみんな。超ラッキー。300。500万はあるよ。何しやがんだよ。俺は私の
S05E 悪魔伯爵は人間の脳内に微弱な電気信号を送ることで強力な幻覚攻撃を行う。出力調整、電光のゲートを微小な電磁パルスに。今後の勉強になっていいもんだね。来た。お？また幻覚攻撃。違う。甘い蜜に誘われたようだな、門番の一族よ。でかい。長き歳月を経て我が肉体は地下系となって四方に広がった。この町の樹木は私の手足そのもの。手足からは揮発性の樹液が滴り落ちる。人間どもを我が一族と化す恐るべき樹液が。早く言えよ。カード空間ルラにはならない。がその能力者の命を絶つことはできる。命のゲート、もう一つ。なるほど。だがしかし、所詮は機械の作りし偽りのもの、女のには及ぶまい。じゃあ持たないよ。脱出手段なし。疑似ゲート用携帯電話座数11、封印のゲート展開のための座標確保不可能。イージスネットワークの三流ハンターとは違うだろ。疑似ゲートじゃない、本物を。疾風のゲートを早く開きなよ。使いたくない。ああ嫌なんだよね、あれ。なこと言ってる場合かよ。そろそろ限界かな。邪魔だよ。やる気がないならどいてな。私は負けない。絶対に嫌だ。絶対に負けない。うるさい。超究極分断一刀切りなんてね。あのさ、見せてもらったよ、疾風のゲート。まあ確かにすごいよね。電光爆熱、湾曲のゲートと並ぶ最強の攻撃型ゲートだけのことはあるよ。けど、私に言わせりゃ戦い方がなってないよね。
何より攻撃の前後が好きだらけってのがさ。ちょっと聞いて。まただー。伯爵も消えちゃった。みんな消えちゃう。私、どうしたらいいかわかりません。いつだってそうですけど、自分のことが一番わからない。そんな私の前に、漆黒の巨人が現れたのです。次回ゲートキーパーズ21、エピソード5、ミュウ。右から来たやつはさ、そうだな。ねえねえミュウ、帰りにゲーセン寄ってかない？ほらほら、新しいシリーズ出たんだよ。あれってコツがあってさ、昨日それ悟っちゃって、ミュウにも教えてあげるから絶対取れるって話ね。行こう行こう行こう。ごめん、今日ちょっとこれから行くところあって。何それ、付き合い悪い。ゲバちゃん欲しくないの？ミュウ、遊んでやんないぞもう。はぁ、あ、行っちゃった。Thank you.
じゃあ。ああ、同じだ。あれから4週間、どんな夢を見ているのか。今笑顔があれば、君の笑顔があれば。言い聞き出し君はこの街が好きかい？え？はい。あの子はあまり好きではなかったというより憎んでいた。いすずさんですか？当然のことかもしれない。この街は欺瞞と虚偽に満ちている。形だけで誰も守らぬ制限速度、売春禁止法が決まって数十年経っても繁華街のソープランドの個室では何が行われているのか。公共賭博として認められていないのに、パチンコ屋の裏の交換所では何を何に交換しているんだ。今日もどこかで予算を消化するためだけに工事が行われ、テレビや新聞は信念を持たず、ただクレームだけを恐れて放送禁止獄を次々に作り上げる。みんなが知っていることだ。だが誰も言い出さない。欺瞞と虚偽は無関心によってさらに醜く膨れ上がる。そういえば昔、そんな輩をクソ虫と呼んだ男がいた。虫ですか？我々の戦っている相手は人であることを捨てたクソ虫。決して怪物などではない。心を歪めた人間そのものだ。そうだね。真っ当に生きてりゃそんな姿にならずに済んだもの。でもあんたら捨てちゃったんだよね、人間。まあ楽だしね、その方が。気を使う必要も我慢することもないしさ。今日はついてるぜあんたら。これから私がもっと楽にしてやるよ。次。そう、我々は侵略者となったクソ虫を消去する。それは言い換えれば殺人。
君が恐れるのも無理はない。いつか元に戻す方法が見つかるんじゃないかとね。もっとも今はまだその手がかりすら見つかっていない。見つかる可能性も低い。我々の努力は欺瞞的で贖罪の意味すら持たない。この何割かはあの子が集めたものだ。この町を憎み、そこに生きるクソ虫のような人間を本当に憎むのなら、全て握りつぶせばよいものを。締めて20万ってとこかね。けど最近ちょっと数が多すぎ。バレバレなんだよ、クソ虫の匂いでね。間もなく、間もなくだ。我ら集う、その時が。なのにあの子は、何年も前から奴らと戦い、結晶を集め続けてきた。なぜだと思う？その答えは私が見つけてあげたわ。この子もきっと喜んでくれる。アヤネ！オリジナルインベーダー S07P。 アヤネに近づくな！何をしに来た？この子の声に呼ばれたの。この子は私と同じだから、わかる。この子の求めているものが。愚かな。自ら消されるため私の前に現れるとは。私が消える？オリジナルインベーダーとて、生まれいでた黒きもん、マイナスゲートから逃れる術はない。ゲートオン！クーラー！なぜだ、なぜ吸収されない？愚か者はあなた。お前はインベーダーじゃない、人間。ゲートオープン。空間を削った。そう、あなたと私は同じ。何？もうすぐ、もうすぐ人の時代が終わる。急いで手当てを。大丈夫。この腕はまがいものだ。え？腕だけじゃない、右足といくつかの内臓もかつてゲートに食われた。過去ゲートキーパーに不幸な家庭環境のものが多いのは、幸福の因子をゲートに食われたせいだ。そんな。中には北条雪乃のように自分の時間を食われてしまった者もいる。雪乃ちゃんが？あと数回力を使えば、奴と同じようにその肉体をもゲートに食い尽くされるだろう。じゃあ、さっきの子は？奴はおそらく、霊体だけになった残留思念のみの存在。幽霊少女とはよく言ったものだ。
今人類の半数以上が潜在的なインベーダーと化し、頼みの綱だったゲートですら開く者の肉体を食らう絶望に続くもんでしかない。我々の抵抗など無意味。もはや希望なんてものはどこにもないのさ。だがそれでも。ごめんね。私、雪乃ちゃんのこと何も知らなかった。なのに、最初は幽霊だなんて言って、ごめんね、本当に。はい、できた。雪乃ちゃん、ずーっと一人で学校にいたんだもんね。だからせめて制服をって。ねえ、雪乃ちゃん。イスズさんはどうして戦ってるんだろうね。インベーダーになった人の結晶を集めて、私には何も教えてくれなかった。やっぱり友達じゃないのかな。これ。ん？ありがとう。ああ、それ本当はね、お母さんに縫うのを手伝ってもらったの。お母さん。そう。父母が頭かきなで咲くあれて、いいしけ飛ばせ忘れかねつる。雪乃ちゃんの言葉難しいね。あの子はいつも泣いている。まるで幼子のように。なんだってんだ、昨日のインベーダーの捨て台詞。嫌でも手伝わせるか。悪い、マナズルミュウいるかい？え？ミュウ？ミュウは今いないみたい。逃げ足だけは感心するぜ、マナズル。ふざけるな！この写真がお前じゃないだと？貴様、警察を舐めてんのか？本当です。その、私、何も知らないんです。てめえ！俺はな、真実が知りたいんだ。お前の嘘を聞きに来たんじゃない！今年になってから頻繁に起こっている不可解な事故。これはお前たちが相手をしている、こいつらの仕業なんだろ？こいつらは一体何者なんだ？答えろ！お前は知っているはずだ！けど、私。いいか、よく聞け。何度も言わんぞ。俺が知りたいのは真実だけだ。それを掴み取るためなら何でもする。適当な容疑をでっち上げて、お前を拘束することだってな。刑事さん。さあ、吐け、真実を。俺は真、俺が、あれ。みんな私の計算通りに動いてくれた。機械将軍も悪魔伯爵もあの子たちが頑張ってくれたおかげでこんな姿になっちゃった。だから私の思いのまま。バカ！死にてえのかこのガキ！早くここをどけやがれってんだよ！みんな、さよなら。オープンザゲート。
の戦っている相手は心を歪めた人間そのもの。それは言い換えれば殺人と同じ。ちなみ、ナオちゃん。何もかも手遅れなのに。そんなことないよ。みんなで力を合わせればきっとなんとか。ならないよ。だって。あっ！私たちも手遅れなんだもの。もうやだ！終わり。始まり。みんな、私たちの世界に。嘘だよ、こんなの。ちなみ、ナオちゃん。お前たちも、我らの世界に来い、栗野だ。二人ともやめてよ。冗談きついよ。ねえ、早く逃げよ。ほら、逃げようよ。ゲバちゃん取りに、ゲーセン行くんだよね。ねえ、夏休み河原でバーベキューしたよね。またあんな風に。ねえ。我らの世界。来るのだ、お前も。ちなみに、ナオちゃん。我らの世界来るのだ。ちなみに、ナオちゃん。夢見てんじゃねえよ。友達に殺されるのがお前の本望なのか。忘れるな、私たちはゲートキーパーなんだ。それじゃあ現地で。基地局もダメになったか。あの、これ。ああ、北条ユキノ。あの子の開いた氷結のゲート。ユキノちゃん、ゲートを？あの子に頼まれたのさ。お前さんを助けてくれってな。来てくれたのか、北条ユキノ。約束したから。共に戦うのは二度目だな。そしてこれが最後。ああ。どうやらそうらしい。さてと、超大物のお出ましらしいや。でかい稼ぎに出かけっとすっかな。で。どうする？まだまだ増えるぜ、インベーダーは。半径40キロ。今までにない規模の IPW でいっぱいだ。ま、せいぜい気をつけて逃げるんだな。お前さんの跳躍のゲートで、誰よりも安全な場所に。争いのない世界ってやつにな。
希望が絶望に変わるように、あるいは少女たちは漆黒の空に向かってただひたすらに羽ばたいていく。次回ゲートキーパーズ21ファイナルエピソード、羽音。ようやく行ける。欲望のままに自分の思い通り、法律や慣習や道徳に束縛されない。今こそ我らの世界に。こんなものじゃない。奴はまだまだ膨れ上がる。この世にはびこるすべてのクソ虫どもを飲み込みながら。じゃあ私たちは、結局、何のために戦うのかね。諦めろ。人の時代の終わりは、とうの昔に始まっていたのさ。本当の豊かさとは何かを考えようともせず、目先の欲望だけを求め始めた、あの時から。さあ、急がなきゃ。急いでみんなを集めなきゃ。私の大事な大事なお友達が望んだ世界を、一刻も早く目を覚ます前に。美鈴さん、私、やっぱりダメでした。名誉挽回するって。みんなが楽しく過ごせるように頑張ろうって言ってたのに。ダメですよね。私。私、小さい時はよく空を飛ぶ夢見たんです。でも自由にじゃなくて、地面スレスレで、電線に引っかかっちゃったり、地に足ついちゃったり。けど、今は、逃げてる夢。ぼんやり誰かに追われてて、でも今川焼き買って食べたり、友達と会ったりしてて、どこかに隠れるけど必ず見つかる。だけど、絶対捕まらない夢。私、本当はね、高く、高く空を飛ぶ夢見たかった。ずーっと高く飛んで、大好きなお月様まで行って、月の地面に頬ずりする夢。でも、やっぱりダメですよね。ゲートの力持ってても、いすずさんが言ったように、カエルかウサギみたいにぴょんぴょん跳ねてるだけ。けど、行ってきます、いすずさん。
んで私たち人間を襲うって言うんだよ。やめろ、お前もゲートに食われるぞ。我慢やしねえ。お前みたいに負けて泣くくらいなら死んだ方が。ゲートは希望なんかじゃないか。だが頼んだぞ。あら、使ったのね、瞬間移動の能力。私みたいに何もかもなくしたいの？すべてを消し去るこの私の消失のゲートで。綺麗でしょう、この骨の形。私の骨、私が体を持っていた頃の骨。常世部に住むべきものを剣たち、だが心から遅やこの君。ふん。言いましたよね、いすゞさん、もっと面白いことしようって。でも戦いなんて全然面白くなくて、ただ悲しいだけなのに。もしかしていすゞさんの言ってた面白いことって、もしかして私、行きます、もっと面白いことを。みんなのために戦いを終わらせに。ゲートオープン。高く高く、お月様まで届くくらい。Yeah!
さい、美鈴さん。私。気にするな。何をだ。手遅れだったんだよ。何もかもな。虚偽と無関心が支配するこの社会にあって、俺たちの力はあまりに小さすぎたのさ。けど、それでも私は負けたくはなかったんだ。さあ、そろそろ行かなくちゃ。終わりの時を始めなきゃ。邪魔な人間たちをみんな一つにまとめちゃう。だから行かなくちゃ。みんなが一つになるのを待っている、あの町へ。私のせいで、雪乃ちゃんが、みんなも、ピキッボロボロで、私が、てんでダメなせいで、みんな、私が、あんたの夢。え？ピキッ！叶えてあげる。え？行くよ。名誉挽回しに。それと、もっと、面白いことしに。はい。それじゃあ、行くよ。はい。ゲートオープン！このままじゃダメだ。カエルやウサギじゃない。鳥みたいにどこまでも高く、早く。はい。目を凝らした。このまま一気に上昇する。わかりました。あんたとならきっとできる。なりたくてもなれなかった、鳥のように。
問題ない。とっとと行けよ。この私の勝ち戦に花を添えにね。この腕の5本や10本いくらでもくれてやる。だからゲートよ、今一度この俺に力を。行け、ゲートキーパーズ。見えました。イスズさん、捕まっててください。ゲートオープン。どうしたんです？もう限界だ。いい、喋るな。できたよね。お月様には届かなかったけど、私名誉挽回できたよね。あ、あらあら、予定がめちゃめちゃだわ。でもまあいっか、どうせ最後はこうなるはずだったんですもの。そんな怖い顔しないで、見て。誰もいない静かな静かな世界。車や電車も走らない。うるさくて汚らしくて好き勝手ばっかりやってる嫌な人間たちの姿はどこにもない。それにほら、あなたの好きな賢くて美しくて自由に空を飛ぶ鳥の姿だけ。私ね、ずっとずっと探してたの。私と同じ女の子。ろくにマナーすら守らない汚らしい人間が大嫌いな女の子。何にも期待せず、何にも求めず、自分だけで生きている女の子。鳥のように生きたいのに生きられない、そんな自分を嫌っている女の子。変わりたいのに変われない、今の自分が大嫌いな女の子。そんなゲートキーパーの女の子。私とあなたは同じ、違うけれど同じものね。一緒に私たちだけの世界を作りましょう。そうだね。私とあんたは確かによく似ているのかもしれない。やっぱり。だからあんたとは友達になれない。そんな、どうして。ねえ、どうしてなの。あら、でも無理よ。私は幽霊少女、決して殺せないわ。だってもう死んでるんですもの。無駄だって言ったでしょ。あなたに私は殺せない。世界中の人間をインベーダーにすれば。そう、あなたは結局私と友達になるしかないのよ。
自分の嫌いな人間が、自分と同じ人間を友達に欲しがっちゃいけないよ。真空ミサイル。起きろって、うるさかったから。そう、そうだったの。あなたは私じゃなかった。あなたには大事な人がいる。死んでいる人の中にも、生きている人の中にも。私はずっと一人ぼっち。ユキノも私のことを分かってくれなかった。あなたを見つけて、やっと一人じゃなくなると思ったのに。私の間違いだが、あなたは私の友達なんかじゃなかった。それなら私の最後の力、この黒いマイナスゲートで、永遠にあなたを苦しめてあげる。黒いゲート、すなわち像によって反転したマイナスゲート。おい、しっかりしろよ。おい、おいてば。俺、何に鳴らしてたんだ。俺が知りたいのは真実だけだ。適当な容疑をでっち上げてお前を拘束することだって。で、おじさん誰なんですか。え、ここは、ここはってうちの学校に決まって。あ、ここってば、もしかしてお台場だよね。なんで、どうして。なおちゃん、ちなみん。で、ちょっとみゆ、あんた何やってんの。なおちゃん、子供じゃないんだから転んだくらいで泣くんじゃないの。ねえみゆ、あんたもどうしてお台場にいるの。ちなみん、なおちゃん。ちょっとどうしたの。何泣いてんのよ。すべてを消し去る消失のゲートの逆位相、言うなれば再生のゲートってやつか。あいつは分かっててやったのかね。それともそんな単純なことすら忘れちまうくらいどす黒い憎しみに取り憑かれていたのか。ま、一見ご都合主義的な展開ではあるけど、実際これでインベーダーが全滅したわけじゃない。またか。そう、結局何もかも元のままか。それでもいいじゃないか。
よくやったな、あやね。うん？どうした？うん、夢で見たクソ親父のセリフ思い出しただけで、なんて。もう少し素直になれよ。この街で面白いことがしたいとずっとずっと思い続けてきた。でも結局面白いことって何だったのか自分でもよくわからない。ただなんとなくわかったことがある。それは IPW の発生源は3カ所。急がないと今日中に済ませられないから。いすずさん！ほら、パン屋さんでバイトしてた時のこと覚えてます？あの時に言われたことずっとずっと気になってたんですけど、私たち、私たち友達ですよね。いすずさん、ほら、さっさと行くよ。ああ、待ってくださいよ。うげえ！待ってください、いすずさん！ところで、メガネどうしたんですか？ねえ、いすずさん！それは、きっと面白いことは、一人っきりじゃできないんだろうなってことだ。君を振り